何者か。俺はイグニールの息子だ。ドラゴン子だと。その本はもらう。フェイスも止める。ほう。だからお前をぶっ倒す。あまり調子に乗られるのも気に食わんな、人間よ。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン、お前ではない。消えよ、ドラゴンの子よ。くそ。スティング、ローグ、ナッサー、一緒に戦おうぜ。三人なら奴を倒せる。それは明暗だ。だが断る。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。俺一人でやる。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。俺たち総竜とナツさん、どっちが先にあいつを倒すか勝負だ。何？先にはやらせねえ。やらせねえぞ。空にドラゴンが2頭、目の前にドラゴンの子が3人、まだいる可能性もあるな。我が城を好き勝手に飛び回りおって、マルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。怒りだ。よかったな、これで人間に追いついた。生きていたとは深い。おお、やっと口を開いたか、アクノロギア。貴様を我が敵と認識、滅流する。燃えてきたわい。まずお前をぶっ倒す。そんでイグニールに全部話してもらうんだ。燃えてきたぞ。茨の園。Ok, à moi. Bon, je pourrais l'éclater tout de suite avec un combo, mais bon. On va se retiendre. Ah, ils auraient pu le mettre plus haut quand même comme boss. 47, c'est un peu juste, hein. En fait, dans des jeux pareils, le niveau des ennemis devrait se caler sur le nôtre. Comme ça, ça permet de faire les trucs annexes sans se soucier de la facilité derrière. Bon, après, c'est que la première phase. On verra la deuxième, ce que ça va donner. C'est pas mal son truc là.
Ah, j'avais pas vu, il en a une aussi pour augmenter l'attaque avec ça. Très utile. Je crois qu'on va beaucoup s'en servir dans l'épilogue. マスター ELDしばらくお待ち怒りという感情は特に良くない時に自分が自分で亡くなるからさて自分という子が相違するとはどんな状態であろうか考えるだけでおぞましい マルドギールはマルドギール。冥王と呼ばれ、マスターなき、タルタロスを預かっている。この感情は再び忘れなければならない。貴様らの存在とと。なんだ？不気味な力を感じる。来るぞ！ Le gars, ça soit au calme. マルドギールの力を。 Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est ça, Yann. Il nous prend de haut, en fait, le mec. Les murs. Je pense qu'on va me rendre mes PV en fait. Juste après. それが限界なら諦めた方がいい。まだエーテリアスフォームを出してないのだよ。逃がしはせん。逃げもせんし逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦いな。 貴様は破壊されるのだ。あんた、大陸中の魔力を消して何がしてんだ。 おや、言ってなかったかな。魔力が消えることで END の封印が解かれるのだよ。あの本か。今はあのような姿だが、
END はタルタロスのマスターにしてゼレフ書最強の悪 END が復活することで我々はゼレフの元に行ける。下船な。行きたければお前一人でも行けばいいだろ。ゼレフがなぜ我々を想像したのか考えてみたことはあるか。我が部下我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念のようなものがある。遺伝子レベルの命令なのだ。ゼレフの元に帰る。ゼレフに会いたい。ゼレフのために。これらの感情、これは全て一つの真実に帰結する。ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたいと願った。その願いの行き着いた先が自分を殺せる存在の創造。ゼレフを殺すために生まれし者、それがゼレフ書の悪夢。 END はその最高傑作だった。だが何があったのかこうして再び本に封じられてしまった。魔力があふれるアースランドにおいて絶対に解かれることのない封印によって。しかしその封印もフェイスによって大陸中の魔力が失われる時に解け、 END は復活する。そしてゼレフを倒す。それが我々の願いである。ゼレフの願いでもある。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに人間を巻き込みやがって。君たちは目的地まで歩くとき道端の雑草をわざわざ避けて歩くか。冥府に咲く監獄の花。氷。これ、俺のマフラー。拾ったんだ。大事なもんなら、もう話しちゃいけねえ。グレイ。グレイさん。この魔力。貴様何者だ。お前を倒すためにここに来たデビルスレイヤーだ。デビルスレイヤーだ。なんだそれは。滅竜は竜を撃ち、滅人が神を撃つとすれば悪魔を倒す魔法だ。これはシルブ。いずれ裏切ることは分かっている。アイスメイク。それがこんな形になろうとはな。ボフボフ、シャサードデモン。実に面白い。そこだ。グレイも来たし、イグニールのマフラーも戻ってきた。よっしゃ、本気でいっか。あれ、今アベテリ。De toute façon, c'est pas fini. En plus, il encaisse bien, là, mine de rien. は止まらねえ。ずっと進み続ける。前に。人間が何人集まろうとマルドギールの敵ではない。クール。ヒール。Je commence à en avoir besoin quand même. ありがとう。そこだ。
C'est vraiment pas fou sur le Goku là. その力、マルドギールの真の姿の前でも通用すると思っているのかね。400年ぶりに END が目覚めるのだ。マルドギールも目を覚まそうではないか。我が名はマルドギール・タルタロス、冥府の王にして絶対の悪魔。夏。ああ、わかった。フェアリー・テイルの名にかけてお前を倒す。来い、人間ども、これが最後の戦いだ。悪魔に背いた人間の末。On dirait une version louche de Wingman. Alors.Petite magie qui va bien. En fait, on peut ne pas faire def et attaque. Mais je crois que ça se cumule. On va tester. On dirait Devilman. À chaque live, je vois des éléments piqués aux autres mangas. Enfin, c'est le principe des shonen. Et ben on va utiliser ça. Dommage, pas d'éveil. Par contre, Gray va peut-être avoir le sien. Voilà, chasseur de démons. C'est ça qu'on veut. Alors, il a quoi en chasseur de démons? Point destructeur du démon de glace absolu. Et katana du démon de glace absolu. C'est tout? Monde argenté de glace. Ça a l'air bien, ça. C'est pas mal. J'ai envie de voir l'autre attaque.
楽しませてもらった人間の魔導士。その昔、一なる魔法により魔法は誕生した。やがて魔法は多種多様の系統へと発展していった。その歴史の中で END は魔法の新たな可能性を見出した。呪法、その力の源は呪い、恨み、妬み、憎しみ、その全ての負の感情が力となる。生命の本質に基づいた力。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。呪法こそが全てにおいて上位の力。煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。不死なるゼレフを殺すには生と死という概念ごと破壊する。この呪法を受けた者には生も死もない。ただ消滅する。永遠に無となれ。完成したぞ、究極の呪法メメントモリ。あとは END が復活すればあなたゼレフを破壊できる。バカな、半身が悪魔化している。シルバーの力か。我が究極の呪法を防いだというのか。未来を作るために、俺にできることは夏を信じることだ。人間ごときに。削り取ってやろう、貴様らの感情までも。ah, il veut pas accepter la défaite lui, hein. Là. Ah oui, elle a plus ses gemmes et tout ça. Enfin, ses gemmes. C'est la Crima. Je vais garder de quoi faire les éveils. Ce sera pas mal. Phase 44, ouais. Là, il y a déjà deux chasseurs qui vont se transformer en dragon là. が一人増えたところで何ができる。バカにすんな。ルーシーは強えぞ。C'est vrai. Bon, vu qu'elle, elle fait pas très mal. Ah, moi aussi, j'ai bien aimé l'adaptation de Ganem. Gar. Je l'ai trouvé absolument génial. Hey!
Ah mince. J'ai un vilain malus là. Alors, est-ce qu'on a pas un truc pour virer tous ces machins? Pas un sort, en tout cas, un objet peut-être. Alors, Natsu, il est terrifié. Quand même. Alors, éveil. Bah oui, éveil, évidemment. Pouvoir du dragon. C'est nul. J'aurais dû faire l'autre truc. Trop stylé. Bon, on peut se permettre d'attendre pour il. On va transformer Rogue aussi, peut-être Sting. Fairy Bar, marre du boss. Ouais, mais je veux tous les transformer en Drake avant. Putain. Cette tronche qui se paye, lui. Par contre, on va virer ça sur Sting, sinon il pourra pas se transformer. Ils vont tous être en éveil en fait. Histoire de pas couper mon élan. Durandal a sorti un vlog sur Avalon. Ça fait une plombe que je l'ai pas vu. J'ai la VHS mais plus le magnétoscope. Y'a d'autres moyens. Moi aussi, ça fait un paquet de temps que je l'ai pas vu Avalon. Allez, feu! Mince, j'aurais dû faire triangle. Je sais pas si le Unison Red, ça coupe la chaîne. C'est pas fou quand même, hein. Bon après, il a une bonne def, quoi. C'est fait exprès pour pas qu'on l'éclate direct. Ils sont tous en mode vénère là. Waouh, ça c'était intéressant.
となれば何度でも刻み込んでやろう。死の記憶エメントモリ。Oh putain, y'en a, il s'est mangé tous les debuffs possibles. Mais c'est Natsu. Voilà. En fait, y'a que la peur qui pose réellement problème, puisque ça m'empêche d'attaquer. Ouais, sa vie descend vite quand même, effectivement. Enfin, le combat là, il est pas compliqué, on va pas se mentir. Hein. C'est parce que mes persos, ils sont trop. Ça me dérange pas plus que ça. Le démon absolu, l'île des enfers, s'est effondrée suite à un coup porté par le roi des esprits. Néanmoins, la porte des neuf démons est toujours en vie. Battez-en les membres ainsi que le roi des enfers, Malgil, pour remporter la bataille, ça c'est fait. This is the end, sans vouloir faire de jeu de mots. END を破壊しなきゃ俺は。そうだった、あの本取ってこいってイグニールに言われたんだった。悪いが破壊する。ふざけんなよてめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつがタルタロスを作った、そしてゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつだ。破壊できるうちに破壊しておくべきだろう。イグニールと約束したんだ、その本をよこせ。断る。なんだ、まさかフェイズが。合わなかった。そんな、大陸中のフェイズが発動する。この大陸中の魔力が消える。今この世界の終わりの時。なんか力が抜けて。これはまだ始まりに過ぎ、魔法の消滅はやがて無のエネルギーとなり、 END が最強のエーテリアスが復活するとき、人間どもには魔法という抗う術がなくなっている。チクショー。
諦めるな、人間たちよ。フランディーネ。メタリカーだ。死んだはずのバイスロギアの気配を感じる。スキアドラムもいるのか。解放されしドラゴンがイシュガルの空を待っておる。こんな奇跡。すげえ。次々に消えていく。ドラゴンたちが大陸中のフェイスを壊して、 END の復活は阻止された。我々の勝利だ。バイスロギアは生きていた。スキアドラムもメタリカーナもグランディーネも皆ドラゴンスレイヤーの体内にいた。そうだ、そういやそれ聞いてなかったぞ。なんで体の中にいたんだよ。俺は食った覚えはねえぞ。それには二つの理由があった。一つはこやつ、アクノロギアのようにドラゴンスレイヤーの完全なる流化を防ぐため。もう一つはこいつを片付けてからだ。本を手に入れろ。こいつのことだろ、 END の書。グレイ、約束したんだ、必ず END を倒すと。消えた。この本は僕のものだ、返してもらうよ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。ああ、だがアクノロギアという邪魔が入った。彼がもう一度歴史を終わらせるのか、奇跡が起こるのか、僕にはわからない。何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、その時は僕がさらなる絶望を与えよう。あの野郎、本を持っていけやった。ゼレフ、ナツ、今のうちに言っておくことがある。イグニール、我々ドラゴンがドラゴンスレイヤーの体内にいたのには二つの理由があった。一つは話した通り、お前たちの流化を防ぎ、抗体を作るため。それによって、お前たちは今後流化する恐れはほぼなくなったと言っていい。今までいかなる時も姿を現さなかったのは、この抗体を作っていたからだ。そして、もう一つの理由は、我々の負の遺産、アクノロギアをこの手で倒すため、木を伺っていた。その話は後って言っただろう。待ってろ、イグニール。今、火星に行くからな。来てはならん、アクノロギア。やはり、予想以上の強さ。巻き込まれるぞ。構わねえ。俺とイグニールが組めば無敵なんだ。俺はこの時を待っていた。アクノロギアをこの手で葬るこの瞬間を。お前と過ごした日々が一番の幸せだった。人を愛する力をもらったんだ。
クリーラー。父ちゃん、約束しただろ。もうどこにも行かねえって。約束破るなよ。俺ずっと探してたんだぞ。字書けるようになったんだ。魔法ももっと使えるようになった。友達もいっぱいできたんだ。仕事もやってる。俺はもっと話がしたいよ、イグニール。グランディーネ、ah, pas de voix pour Grandinet. Acnologia a été chassée grâce à votre courage et à Ygnir. Wendy, tu as aussi tout tenté pour détruire Face. Nous ne vous avons pas encore tout dit, mais l'heure est venue de se quitter. Ton chemin sera sûrement semé d'embûches à l'avenir, mais je suis certaine que tout ira bien pour vous. Humain, notre bataille et notre haine appartiennent au passé. Nous devons maintenant nous entraider. L'ère des dragons est terminée, mais ceux qui ont le pouvoir d'écrire le futur, ce sont vous, les humains. En vertu du pacte signé entre humains et dragons il y a 400 ans, la Magna Carta, nous jurons de continuer à veiller et à protéger les humains pour l'éternité. Je t'aime, Wendy. ハッピー、貯金あといくらある？13万ジュエルだよ。少ねえな。あい、金庫盗まれなかったらいっぱいあったのに。お魚10年分くらい。まあ、なんとかなるか。はい。問題はこれだな。
グレイ様。ジュビア、お前つけてきたのかよ。ごめんなさいごめんなさい。ジュビア、どうしても言っておかなきゃならないことがあって。お父様を操っていたネクロマンサーを倒してしまったのはジュビアなんです。お前が？ジュビアはもうグレイ様を愛してはダメなんだと思ったんです。ジュビアはお父様を殺したんです。お前が！ありがとう。ごめん。ごめんな。グレイ様。温かいです。ND を倒す。はい。嫌な記憶を思い出してしまった。今頃震えが。裏切られ、騙され、集大を晒した。それでも私は人を信じていけるのだろうか。お前なら大丈夫だ。大丈夫。お前は人の強さも弱さもよく知っている。前へ、光の道をただただ前へ。俺たちは闇の道を行く。ゼレフを倒すために。だがその道はいずれ交わることもあるかもしれない。その時は俺たちを消し去るくらいの輝きでいてほしい。進め、エルサ。震えが止まった。あ、人の気配がする。さては、夏とハッピーね。また私の部屋に勝手に。一緒に修行の旅に出る。1年くらいしたら戻るから、みんなによろしく伝えといてくれ。じゃあな、ルーシー。ナッツ&ハッピー。何よこれ。勝手に旅に出るとか何考えてるの？そんなことしたらね、そんなことしたら。寂しいじゃない。バカ！
ガキどもは自らの道を選び歩いていく。これが一つの時代の終わりじゃ。フェアリーテイルを解散させる。羽ばたけ、ガキども。みんな、ごめんな。俺はもっともっと強くなって帰ってくるから。みんなを守るために。僕を超えてみるんだ、夏。いや、エーテリアス・夏・ドラグニル。T'as cette phrase de fin. Bien, mesdames et messieurs, bah écoutez, c'est pas tout à fait la fin du jeu parce qu'il y a un épilogue. Donc ne quittez pas pour ceux qui sont sur le live. Et pour ceux qui regarderont la rediffusion, ça sera certainement dans le prochain épisode. Que dire du jeu, dans tous les cas, il se laisse jouer. Faut pas en attendre, évidemment, des merveilles. C'est pas le jeu de l'année 2020, parce que je crois qu'il est sorti en 2020. Mais il est sympathique. Il y a beaucoup de trucs qui sont bâclés. Ça se voit que ça a été un jeu fait avec un petit budget. Mais il faut lui laisser sa chance. Et quand on est fan de la série, ou même sans être fan, mais qu'on a apprécié la série, franchement, c'est quand même très potable. Pour ceux par contre qui n'ont pas lu le manga ou qui n'ont pas vu l'animé, vraiment, je vous conseille de le lire ou de le regarder. Plutôt de le regarder, je dirais, puisque moi je l'ai pas lu, je l'ai regardé. Donc je ne saurais que trop vous conseiller ceci. Il y a vraiment des trucs sympathiques qui sont pas dans le jeu, avant évidemment les événements du jeu, après les événements qu'il y a dans le jeu. Donc il reste des choses à découvrir. C'est juste dommage par contre, la dernière apparition là qu'on a vue avec Zelef. Ils auraient pas dû le mettre, franchement, ils auraient pas dû le mettre parce que c'était le truc de trop, je trouve. Fallait pas spoiler ça, quoi. Donc vous l'aurez compris, hein, END, Eternea, enfin je sais plus trop comment, Natsu, Dragnir, voilà. Tel est le best démon de Zelef. On se fait une petite pause le temps des crédits, et puis je reviens pour l'épilogue. A tout de suite.